はい、私もねアドリブ練習方法をいくつか考えて持っているんですけども、前回そのうちのね一つ紹介させていただいた音一つずつ増やしていく方法っていうのを今回もその方法を使って解説していきたいと思います。はい、こちら見てください。スケールの説明。はい、こういうスケールを使っていますよ。はい、このスケールの中のこの音が一番おいしい音ですよ。これを活かして使ってくださいね。はい、2つ目、その今説明させていただいた音1つずつ、ね、増やしながらアドリブをやっていきましょう。それはどうしてでしょうか。そして、3つ目、スケール、ね、その今回出てくるスケールをちょっとリズムを崩しながら、ね、遊んでみましょうというところまで解説していますので、今日はこの流れでいきたいと思います。それでは早速、アドリブ練習方法参りたいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。はい、今日は、こちらのファンク&ソウルの、カメレオンのアドリブの取り方について解説していきたいと思います。カメレオンは10ページと、11ページに掲載されています。またこちらはですね、58ページと59ページに使えるスケールとちょっとソロのバリエーションというのを掲載させていただいております。今日はご自身でアドリブを作っていく練習ということで解説していきたいと思いますが、まずこのカメレオンで使えるスケールっていうのが、アルトサックスでいうと G のブルーノートスケール、テナーサックス、ね、B フラット間でいうと C のブルーノートスケールというのが使えます。こちらですね、あと G のドリアン、C のドリアンスケール、ね、アルトは C のドリアン、テナーは C のドリアン。ということなんですけども、今日は G のブルーノートスケールに特化して説明していきたいと思います。はい。まずですね、こちらのブルーノートスケールにちょっと番号を打っておきますね。これはアルト用で打たせてもらっていますので、G のブルーノートスケールです。この G のブルーノートスケール、1、フラット3、これフラットサードと言います。フラットサード、4、フラット5、これフラット5ね、そして5番目5、これフラット7ね、なんです。この番号ってね、打ってるじゃないですか。これなんで2番目がフラット3番っていう字が来てるの？っていうことなんですけども、これはですね、上のメジャースケールの配列と比べてのその音の番号ですので、決してこのブルーノートスケールの2つ目の音が2番というわけではないんですね。というのを前提にこの番号を、覚えておいてください。はい、それでこのブルーノートスケールの特徴の音というのが存在します。それはこのフラット5の音ですね。このフラット5というのはとってもブルージーな、スパイスを生み出しています。こんな感じです。ちょっと G のブルーノートスケール吹いてみますね。ブルーノートスケールです。このフラット5の音というのがですね、この音です。これがすごくブルージーな雰囲気を醸し出します。例えばこんなフレーズですね。この音ですね。で、まあこういうのも含めて、フラット5という番号がついてる音は、ブルーノートスケールでは、すっごくブルージーな雰囲気が出せますよっていうのを一つ覚えておくと、アドリブの時に、よし、ここぞというところでね、ブルージーな雰囲気が出せるかと思います。これ便利なので一つ覚えておいてください。はい。それでですね、私の最初のアドリブの練習方法っていうのは、音を一つずつ増やしていくという方法をとっています。例えば、前回ね、このアップしたこの動画を復習に使っていただくといいかと思います。というのは、音一つずつ増やしていくことによって、まずリズムのことだけを考えられます。ね、いきなりたくさんの音遣いがあって、はい、じゃあアドリブ、はい、どうぞって言われても、どこで壁にぶつかると言いますと、リズムなんですよね。どんなリズムパターン使えばいいの？その上にどんな音遣い使えばいいのよっていう風に考えることがいろいろたくさんなってしまうんですよね。なので、まずはリズムのことだけを考えられるように、少ない音遣いから、アドリブを練習していくのが一番ベストなんじゃないかなと思って、私はこの方法をレッスンで使っています。またじゃあ再度ここでも使ってみたいと思いますね。それでは、その前にちょっと私このカメレオンでのソロをやってみたいと思います。ちょっと聞いていってみてください。音を一つずつ増やしながらやっていきますよという方法でやってみたいと思います。まず、1番目の音、ね、これルートと言います。ルートの音から、リズムは自由な感じでいきたいと思います。まず音一つ。そして、次二つ使います。これ、二つ目の音なんですけども、フラットサードという名前がついています。で、やってみますね。ソと、シのフラット。1番とフラットサードを使ってみます。で、ちょっとね、なんとなくいけたかなと思ったら、今度は3つ使います。シのフラット、ド、1、フラットサード、4、これでやってみます。今度フラット5の音を足してみたいと思います。じゃあどんどんいきますね。1フラットサード4番目、フラット5、次5番目の音を足したいと思います。アルトサックスはレの音ですね。フラット7の音もプラス、すなわち全部ですね、全部使わなければいけないということは、ちょっと尺を長くしてみたいと思います。今2小節ずつっていう感じでやってたんですけども、ちょっと4小節ずつの間隔でやってみますね。いたので2小節も4小節もあまり関係ないんですけども、例えば先生と練習する時とか、お友達と練習する時なんかには最初は2小節ずつ、そして後で4小節ずつという感じでやっていくとよろしいかなと思います。はい、このようにですね、この「カメレオン」という曲もこの感じでスケールの音を一つずつからアドリブ練習を始めていくと良いと思います。はい。またこれもね、ドリアンの方とかでもやってみてください。私の方もまたちょっとドリアンの方とかでもね、この動画上げていってみようかなとは思っております。まずはブルーノートスケールの方でね、練習してみてください。ブルーノートスケールというのは本当に非常に便利なスケールでですね、もうこれ吹いてるだけで、このまんま吹いてるだけでかっこよく聞こえますよね。今上下しただけなんですけども、これだけでももうフレーズになってしまいますので、例えばこの、ね、今のこれを利用してですね、こういう練習っていうのもちょっと最後に紹介しておきますね。今のスケール、ね、せっかくスケールこのまま吹いてもかっこいいんですから、このスケールをリズム崩しをね、やった状態で練習続けてみたいと思います。このリズム崩しをやった状態の練習を紹介してみたいと思います。こんな感じです。遊んでみてください。きっとスケール練習がね、楽しくてたまらないって感じになると思います。はい。もう吹いてるだけでかっこいいスケールですので、そういう雰囲気もね、出てくると思います。そうすると、いろんなアドリブのアイデアとか、ああ、こうしたらいいんだなっていうこととかが見えてくるかと思います。ぜひ、使ってみてください。